ウボアオ。皆さんこんばんは。私もマイル稼ぎをした方がいいのかしらね。まだまだ時間に余裕があることだし、マイル稼ぎは毎日コツコツやればいいと思うぞ。そうそう、アップデート情報のおかげでみんなハロウィンのこと忘れてない？じゃあ今日はハロウィンに向けて何かやるか？正直ハロウィンは私もどうでもいいかな。あ、ドレミさんからモヤモヤが。実はそろそろこの島から引っ越そうかなって考えていたんです。そんなのダメに決まってるでしょうが。わかったわ。今日はドレミさんがずっといても退屈しないような島くりをするわよ。じゃあ、アップデートで実装されるものを先取りしてみないか？アップデートで実装されるものの先取りですって？あ、先に着替えてくれよな。ゴールデンアーマーはやめてイチゴの服を着ちゃうわよ。はい、マリサ、さっきの続きを。先取りしたいのはこれだぜ。そういえば、あつ森ダイレクトでこんな映像が流れてたわね。海の上で住民が浮き輪に乗ってプカプカ浮いてるんだよな。まあ、今の状態では住民は海に行かないわよね。だから、住民の入れる海は作れないからプールを作ってみようぜ。なるほどなるほど。ということは、まずマイデザインを探さないといけないわね。お気に入りの中にプールのマイデザインがあるかもだから、まずはそこから見てくれよな。こうやって探すのめっちゃ大変なんだけど。じゃあプールで検索する方がいいかもしれないな。でも、いろいろマイデザインが更新されてるから見てるとちょっと面白いわね。マリサ、プールとは関係ないけどこのトラックのマイデザインいいと思わない？移動式の八百屋さんが作れそうだな。じゃあもっと八百屋さんに使えるマイデザインを探さないとね。この箱に入った野菜のラインナップは？アップデートで新実装される野菜よね。もうすでにジャガイモや人参のマイデザインが完成しているとは思わなかったぜ。いい感じの八百屋さんが作れそうよね。プールより先に作っちゃおうぜ。街の中にあまり空いた土地がないけど移動式の八百屋さんくらいなら作れそうね。河川工事と崖工事禁止の島くりをしているからまとまった土地の確保が結構大変なんだよな。だから、これくらいのスペースには移動式の八百屋さんがぴったりね。まずは商品を並べる場所にラグのマイデザインを貼っていくわね。このマイデザインは縦横 3×3 で貼るんだけど、両サイドにはフリンジのマイデザインを貼っていくわね。アップデートでローランさんのラグが敷けるようになればいいのにな。そうなればマイデザインの枠が開くんだけどね。あつ森ダイレクトでアナウンスがなかったから期待薄だな。まずは顔出し看板のトラックを設置よ。あ、覗いちゃった。パネルを並べるとこんな感じね。かわいいトラックができたな。それじゃあ次は商品を並べましょうね。一番手前にポンポンポンと3種類の野菜を並べるわね。ポンポンポンと出したら縦に並んじゃったな。奥は2種類にして高さをつけたいわね。すぐに用意できるテーブルはこれしかないんだけど、アイアンワークテーブルは使い勝手がいいけどな。作るのに鉄鉱石が10個必要なのがちょっともったいない気がするわね。しっかりと白にリメイクするんだな。白にリメイクしてよかったでしょ。白の方が八百屋さんにぴったりだぜ。あとは人参とジャガイモのマイデザインを飾れば。移動式の八百屋さんができたけど少し物足りないな。それじゃあ道を敷いちゃいましょ。道を敷くと雰囲気がガラリと変わるかもだぜ。いい感じになったけど今度は左側が物足りないのよね。じゃあカボチャでも置いてみればどうなんだ？結局ハロウィンな場所作りになっちゃうのね。ということで再び登場のアイアンワークテーブル。それとなんとなく持ってきたハロウィンなおやつバスケット。持ってきたのはカボチャじゃないんだな。カボチャはいい感じの木箱の前デザインを見つけてきたからね。木箱の中のカボチャに顔がついてるじゃないか。はい、じゃあこれを移動させてと。ここに木製スツールを置いて。移動式の八百屋さんはこんな感じね。野菜の実装が楽しみだな。さてさて次はプールを作るわけなんだけど、広めの土地が住宅街の南側の砂浜くらいしかないのよね。砂浜はプール作りには最適だと思うぜ。さっきプールと検索して出てきたマイデザインをお気に入りに登録したんだけど、マイデザインの数多すぎ問題発生。常駐家、合計9枚の空きスペースがあればなんとかプールの形にはなると思うぞ。9枚ならギリギリ空いてたと思うんだけど。うおー、12枚空いてたー。残り3枚、次の島くりは苦労しそうだぜ。あー、次の島くりのこと考えたくないな。うおー、プールだー、プールだー、プールだー。プールの外周のマイデザインを貼っていく様子を見るとなんか気持ちいいな。水のマイデザインを貼るのも気持ちがいいわよ。これでプールはできたんだけど周りをどう装飾するかなのよね。
そうそう、ここからが個性の見せどころだぜ。もう前デザインは増やせないから前から使ってたウッドデッキを貼っちゃうわね。これは仕方ないな。というわけで今日も登場だぜ。何しに来たの？マイル稼ぎ？まあそれもあるんだけどな。プールに使えそうな貝殻家具のお届けだぜ。海の近くのプールだから貝殻家具がよく合いそうよね。貝殻家具のリメイクで一番好きなのがパールなのよね。キラキラ輝いてるものな。だから、持ってきてもらったのは全部パールにリメイクね。貝殻家具たちをどんな風に置けばいいのか迷っちゃうわね。なんかここじゃないような。一番右端まで持っていきましょ。もう一つも同じように並べればいいかしらね。よいしょっと。貝殻のアーチはやっぱり入り口に置くのがベストよね。この辺りに置く家具は後で取り寄せないとね。いい感じの入り口になったな。桟橋もやっぱり飾らないといけないわよね。桟橋を飾るという発想が私にはないから。私の島ではシーラトローニン味の模型を飾ってるだけなんだよな。貝殻のスピーカーもここに置いておきましょ。ミュージックがめっちゃ少ないな。トタケ家のライブ中にあつ森で遊ぶことがほとんどないから、好きな曲をもらうことがなかなかできないのよね。たまにはトタケ家のライブを聴いてほしいぜ。まだまだ装飾が足りないから作るわね。プールや海辺ではパームツリーランプが安定だよな。これに代わる新家具が登場することを期待したいわね。だな。色は当然キュートにリメイクね。ちょっと休憩。タマさんの持ってる葉っぱマークの缶ジュースも実装されるかな？缶ジュースを飾れたら最高なのにね。それじゃあランプを設置していくんだけど、ランプだけじゃ面白くないからヤシの木も植えておくわよ。桟橋の右にちょこっとウッドデッキを張っちゃいましょ。でもってここにパームツリーランプを設置。次はプールの北側を飾っていくわよ。椅子とテーブルはラタンの城にしたんだな。海とかプールにはやっぱラタン家具でしょ。めっちゃ明るいプールになりそうだな。暑い日に来た時に涼しく感じられるようなプールになればいいわね。さあ今回のメインアイテムの登場よ。そうそう、プールを作る目的は浮き輪に乗ってぷかぷか浮ける場所作りだったぜ。よいしょっと、まだもう少し飾りたいから足りないものを買いに行きましょ。あれれれ、チークさんがお悩み中？ちょっと聞いてくれよ、実は。バイキングの兜を見つけるとついカッとなって買っちまう癖があってよ。どういう癖なのよ。すでに5個も持ってるからさすがに持て余し気味なんだよな。6個も同じものを買うなんてかなりヤバいわね。そこでだ。おめえに1つ買ってもらえるとありがてえんだがどうだい。こういう商法たまに SNS で見かけるわね。で、買うのかレイム。バイキングの兜、私が引き受けようじゃないの。大丈夫か？騙されてないか？バイキングの兜ってちなみにいくらなの？検索結果2100ベルだぜ。私がチークさんから買った金額は、完全に騙された。これからはちゃんと元の金額を調べてから買い物をするんだぜ。何よこのヘルメット。初期の動物の森みたいな格好だな。というわけで必要なものを仕入れてまいりました。ハンモックとモンステラだな。それとデコイね。一番端っこにマーメイドなランプを置いてと。桟橋の装飾はこんな感じね。狭いながらも可愛い桟橋になったぜ。プールはこんな感じに仕上がったわよ。浮き輪がちゃんとぷかぷか浮いてる感じになってるな。アップデートが待ちきれない人は、プールでぷかぷか浮いてみてはいかがかしら。というわけで今回はここまでだぜ。次回も見てね。もう。